シグネディス、カレンダーガールは日本の女性アイドルユニットスターアニスの1枚目の CD シングルである。本作は両 A 面シングルで2012年11月21日にランティスより発売された。楽曲シグネディスとカレンダーガールはテレビ東京系列他にて2012年10月より放送されたテレビアニメアイカツのファーストシーズン前期 オープニングエンディングテーマとしてそれぞれ起用された。ジョジを対象としたメディアミックスプロジェクトアイカツ。和ゲーム及びアニメが並行して制作され、音楽については本来のターゲットであるジョジに限らず幅広い年齢層に受容される楽曲を目指した制作が行われてきた。シグネディスとカレンダーガールはその傾向を組んだ作品となっている。シグネディスは作曲、 編曲を担当した楢崎及びサデスパーレコードによるテクノな要素を含んだポップミュージックに仕上がっているとするものやニューウェーブあるいはニューロマンティックなサウンドで構成されるとするものがいる。作詞家の畑秋による言葉選びについては複数のライターから肯定的な指摘を受けており、楢崎によるサウンドと合わせて女児向け作品らしくない風変わりな一曲と評されている。 カレンダーガールは作曲、編曲を担当したモナカの田中秀和によって様々なボーカル加工が施されたディスコ調の楽曲に位置づけられており、女の子の日常が描かれた内容となっている。田中が影響を受けたダンスマンを彷彿とさせるとも指摘され、曲中に組み込まれた多彩な編曲技術は音楽ライターらによって賞賛されている。両楽曲を収録したシングルは、 オリコンシングルチャートにおいて最高105位を記録し、カレンダーガールは2019年発表の平成アニソン大賞において特別賞にノミネートされた。シグネディスとカレンダーガールは様々なボーカルによるバージョンがリリースされ、イベントでのライブパフォーマンスも披露されている。その他、カバーバージョン及びミュージシャンの KZ によるカレンダーガールの リミックスバージョンも発表されている。さらにテレビアニメ、アイカツ。で、シグネリス。と、カレンダーガールは前述のように主題歌として用いられた。ほか、作中に登場するキャラクターの 3DCG、ライブステージで披露される、挿入歌としても用いられている。とりわけ、アニメ、アイカツ。ファーストシーズン最終話にあたる50話の脚本や演出技法は、 楽曲、カレンダーガールのサウンド構成やその歌詞と密接に絡んで制作されている。アイカツのアーケードゲームとゲームをプレイする親子アイカツはデータカードダスを用いたアーケードゲームおよびトップアイドルとなることを目指して日々特訓に励む少女らを描いたテレビアニメで構成される。アイカツは女児をターゲットとして制作された作品であるが、 2012年10月のアニメ放送開始から1年後の時点において作品自体や作中のキャラクターが披露する楽曲は女児に限らず異なる年齢層からも支持を得たタイトルとなった。カレンダーガールを制作した田中秀和、愛勝は2010年頃からテレビアニメに先行してゲーム展開のための制作プロジェクトが進行していた。 そのプロジェクトの最終企画会議の際に流す映像に組み合わせる楽曲制作のために、後にアニメの音楽制作を担当することとなる音楽制作集団、モナカにバンダイから2011年1月頃に制作依頼が届けられた。その当時モナカに参画して1年未満の田中、秀和が制作に抜擢され、その段階で相勝。 のために最初に書き下ろされた楽曲は後にアニメ内でも挿入歌として用いられるアイドル活動であった。以降ゲーム展開のための楽曲を数曲制作した後ゲーム内容をアニメ化する新規プロジェクトが開始し既存のゲーム用楽曲をアニメ向けに書き換える作業が行われた。テレビアニメアイカツでは監督木村隆一の補助役として 水島誠二がスーパーバイザーを務め、水島がゲーム制作側と協議した上で、相勝の楽曲の方向性を固めていった。水島は当時のアニメやアイドルにまつわる音楽業界では制作者が幅広いジャンルの楽曲を提供して、しのぎを削っているとして、相勝では女児向けの音楽ではなく、女児に限らず、 全世界に開かれた全年齢対象の良質な音楽を目指す方向性で制作依頼を行い、その方針に基づいた楽曲制作が進行していった。本校で衝述する楽曲、シグネリスとカレンダーガールはそういったバラエティに富んだジャンルの音楽を提供するという狙いのもとで制作された一面が垣間見える楽曲となっている。 の主題歌を歌唱したスターアニスとその後継のアイカツスターズ日本語版の楽曲の歌唱を担当したスターアニスは秋葉原ディアステージに在籍する女性メンバーで構成されている。彼女たちは歌のデモ音源、もしくはタイアップ作品が知らされないまま行われたステージ上での歌唱オーディションによって採用されアイカツのタイアップ楽曲でメジャーデビューを果たすこととなった。 スーパーバイザーの水島がこのオーディションで彼女たちの歌唱パフォーマンスを吟味し、キャラクターごとに歌唱を担当するメンバーを割り当てており、相勝。では一つのキャラクターに対し声優と歌唱で別の役者を割り当てている。選ぶのに悩みますが、思い出深いという意味では、シグネリスが別格です。癖のある曲だとは思うんですが、その分、子供向けアニメにはちょっとないオープニングになった。 この曲で、アイカツは始まったんです。アイカツ。オフィシャルコンプリートブックにて行われた、スタッフインタビューにて、好きな歌に、シグネリスを挙げたアニメ監督、木村隆一楽曲、シグネリスはゲーム展開や、他の主要楽曲との組み合わせが考慮され、クールな属性の楽曲として制作された。同作品のスーパーバイザー、水島が、女児向けの作品に尖った曲を、 タイアップさせたいと考え、音楽プロデューサーの奈良崎に作曲依頼を行っている。歌唱担当の我がは、シグネリスのデモを受け取った際、最初はアニメのオープニングテーマにそぐわない楽曲のように感じたが、女装のチャイムが物語の始まりを連想させ、オープニング映像も合わせると劣気としたオープニングテーマとなっていることに驚いたと述べている。水島によれば、 宇宙的な広がりを感じさせる楽曲で歌唱担当の我がも含め彼らは繰り返し聴くことで違った印象を持つような楽曲としているこのようなシグネリスの少し尖った作風と作品アイカツの世界観を組み合わせて制作されたのがアニメのセカンドシーズン前期オープニングテーマキラパワーにあたるカレンダーガールはアイドル活動を始める前のアイカツ 登場キャラクターたちや女の子が持つアイドルへの憧れがテーマとなって制作された。2012年夏の初め頃、水島がテレビアニメ夏色奇跡での大詰め作業と並行して楽曲制作に携わっている。そこでは、作、編曲を担当したモナカの田中があらかじめボーカルの加工編集を行ったバージョンも制作していたが、田中自身が過剰なアレンジと判断したため、 当初、水島には、無加工のデモテープを提出した。それに対し、水島からは、楽曲的な面白みが足りないという指摘を受けたため、田中はボーカルを加工する方針に立ち戻り、冒頭を含む一部に、フィルター効果を加えた。その他にも水島は、メロディの移り変わりを多くするよう、田中に制作を依頼したという。一方で、曲中に挿入された、イエイというコーラスは、 水島から否定されていたものの、最終的には田中の意思が反映された形で残されている。このような意見の衝突は二人の間で正確な意思疎通ができていなかったために生じたことが作品が完成した後に判明し、水島はコーラスのないバージョンと比較すれば、完成曲の方が良い印象になったと考えている。なお、楽曲、カレンダーガールの続編としては、 アニメのセカンドシーズン前期エンディングテーマとして用いられたオリジナルスターやスマートフォン向けアプリゲームアイカツフォトオンステージで使用された楽曲ドラマチックガールが制作されている特に後者のドラマチックガールではカレンダーガールで描写された女の子の成長した姿が表現されたシンディ・ユフィア・ジェニファー・ハンナ・ラトゥ・フィエン・ニフトリリア インドネシア語吹き替え版を歌唱した JKT48 のメンバーユニットスターアニスのメンバーのうちシグネリスの歌唱を担当したのは我がフーリスナオリスコでカレンダーガールの歌唱を担当したのは我がフーリスナオであるアニメアイカツは日本以外にも香港、韓国、台湾、インドネシアで放送されとりわけインドネシア語版では 女性アイドルグループの JKT48 がアニメ主題歌のボーカルを務めた。JKT48 のメンバーのうち、シグネリスは、ユフィア、ハンナ・フィエンニが、カレンダーガールは、ユフィアがそれぞれ歌唱している。シグネリスはアニメ音楽専門雑誌、リスアニ。編集部のレビュアーによれば、本楽曲の編曲を担当した、サデスパーレコードの音楽性が反映されたテクノナ。 要素が混じったポップミュージックとなっている。リスアニ。市場でライターのスナガケンジもアイドルのイメージに似つかわしいダンサブルなポップスと位置づけた。一方、同志の副編集長である住川隆一はニューウェーブやニューロマンティックライクなサウンドと指摘している。助走は鐘の音から始まり、ライターの上田真由子によればその出だしの音や、 高い歌声が曲を盛り上げる一方で、四つ打ちのビートが重々しく続く内容となっている。ヤマハミュージックメディアによれば、この楽曲の BPM は132とされる歌唱を行った我がによれば、歌詞は少し大人びた内容とされ、株式会社クリエンタに所属するライターの市川、大地は夢に向かって歩み始める内容と指摘した。カレンダーガールは、モーニング娘。 およびそのサウンドプロデューサーであるダンスマンに影響を受けたモナカの田中が作曲、編曲を担当した。曲の歌詞には女の子の日常シーンが描かれた。ジャンルとしてはディスコに分類され、特に住川はダンスマンを彷彿とさせるサウンドだと指摘している。ライターの上田は曲中に金管楽器の音やコーラスが散りばめられていると指摘し、 ウルトラキャッチーで楽しいパーティーソングとも表現している。なお、スナガによるレビューではラジオから聞こえるような音をこもらせた編集や音声波形を刻んで配置する、チョップといった音声加工が効果的に施されていると指摘されたほか、スラップベースの存在についても言及されている。そのほか、月間サウンドデザイナー氏のライター、平沢英治も、 渋谷系サウンドとアニメソングが融合した、秋渋系楽曲の作家を紹介する記事の中で、田中秀和の名前を挙げ、カレンダーガールのトラック冒頭で、オーディオの編集による凝った演出を取り入れたと特筆している。なお両曲を通しては、雑誌、アニメディア2014年5月号に、シングルの総評が掲載され、ベースの音色が際立った構成で、歌詞には、 等身大の女の子が表現されていると紹介された。テレビアニメ、アイカツ。放映前の2012年10月2日には、ゼップダイバー式東京で記者向けのアイカツ。プロジェクト発表会が行われ、アニメ本放送前に楽曲、シグネリスを用いたオープニングテーマ映像が公開された。 CD シングル発売前日の11月20日には、スターアニスのライブイベントを含むシングルの先行販売イベントを秋葉原ディアステージで実施している。また、シングルがリリースされた後、11月中に複数回の販売記念イベントを実施している。シグネディスとカレンダーガールは、ランティスによりテレビアニメで使用される TV サイズバージョンに、 カットされた携帯でのデジタルダウンロードが2012年10月24日に解禁となった。その後スターアニスの1枚目のシングルとして同年11月21日に両 A 面 CD シングルの携帯でランティスより発売された。シングルのアートワークにはアイカツに登場するキャラクター、星宮一桐霧葵、しぶきランが描かれている。アイカツの キャラクターデザインを行った矢口広子がデザインワークス担当の石川佳よ子と議論してデザインを固め輝く宝石のようなイメージで飾りや模様を多数散りばめた構成とされた本作は矢口が自由にデザインできたことが理由で担当したかつ、ディスコグラフィーの中で矢口の思考が最も反映されたアートワークとなっているその後 2014年10月1日には両楽曲のハイレゾ音源のデジタルダウンロードが開始された。2018年7月11日には音楽ダウンロード配信、定額配信サービスにおいてシグネリスとカレンダーガールのフルバーションを含むアイカツ、ディスコグラフィのデジタルダウンロードをサンライズ音楽出版が開始した。なお、 両楽曲は2013年9月25日発売のサウンドトラックアイカツの音楽012014年4月9日発売のアイカツのベストアルバムカレンダーガールズに収録されている2013年12月14日にはアイカツに登場するキャラクターミノアヒカリが公式グッズショップのサポーターとして就任することを記念したアルバム ハイカー r i シャイニングが発売され、ユニコが歌唱したカレンダーガールが4曲目に収録された。さらに、2017年6月28日に発売された TV アニメデータカードダスアイカツ。コンプリート CD ボックスには、スターアニスや同じくアイドルグループのアイカツスターズのメンバーらによる複数の組み合わせによって2楽曲を歌唱したバージョンが収録された。 シグネディスの作詞を担当した、畑明と作曲を担当した奈良崎といったクレジットの並びについて音楽ライターらは肯定的に捉えている。リスアニの住川隆一は刺激的すぎるが、そこで鳴らされるサウンドはさらに衝撃的。ライターの上田真由子は贅沢で大人な二人のコンビネーションが光る楽曲とそれぞれ表した。さらに住川は本楽曲だけで相勝。 のディスコグラフィが尋常ではない作品だと気づかされ、これまでに聞いたことのないアイドルソングに仕上がっていると言及した。一方で、上田はアイドル活動で奮闘する女の子たちの心情が表現され、上昇思考を持った明るいメッセージの中で憂鬱さも感じ取れる、実に不思議な曲と表現した。歌詞に関しては女児向けの内容ではないとの指摘がある。上田はサビの前にある 残酷な夢が夢で夢になるんだという詩に着目し、言葉遊びのようなフレーズを用いることで、ふわふわとした心地よさの中に宙吊りにされてしまった気分と評した一方で、女児向けアニメのタイアップ楽曲の詩に、残酷という単語を組み込んだ畑に賞賛を送った。ライターの砂が賢治も、上田と同じ歌詞に注目し、生々しい単語を挿入したことについて、 単なる女児向けと切って捨てるにはあまりにも押しすぎると述べた。音楽ライターの北野はじめも、楽曲の歌詞やコード進行などに不安定さを感じたと、し、それらの要素が組み合わさって、既存のアイドルアニメの主題歌とは、かけ離れた内容に仕上がっていると言及しているほか、ライターの市川大地も、楽曲、シグネリスに関して、アニメ音楽的には一種の異端児的な作品だと、 表現している。このように一風変わった内容のシグネリスを女子向けアニメのオープニングテーマとして起用したことについてアニメ音楽情報サイトリスアニ。ウェブにおいてリスアニ。編集部のレビュアーもリリース当時の音楽シーンにおいてキャリーパミュパミュや世界の終わりなどに親しんでいる。彼女たちにとって違和感はないのだろうと論考している。さらにどう レビュアーは本楽曲のハイレゾ音源についても以下のようにサウンド構成やボーカルに触れ肯定的な言及をしている。次にカレンダーガールでは田中による作曲・編曲術を評価する声がある。リスアニの住川は楽曲の構成要素について飛び切りキャッチーなメロディがまず何より素晴らしいが一方でエフェクティブなイントロなど曲中に 多彩なギミックがまぶされていると指摘している。ボーカロイドソフトを用いて音楽プロデュースを行い、音楽配信サービスクックバックスのライターも務めるミスミは、モナカの田中が手掛ける楽曲には複雑かつャレたコード進行や旋律が含まれると指摘し、優れた作品の一つとしてカレンダーガールを挙げている。リスアニ、編集部のレビュアーは田中が手掛けた女性声優ユニット、 ゆい香りの楽曲、ラッキーダッキーを弾き合いに出し、同様の匠ナイティットによるイントロから、音が弾ける、鮮やかな解像度が感じられる。散りばめられた音が溢れ飛び出してくる、凝ったアレンジは、楽曲を一層華やかに演出すると田中の、編曲技術を評価した。スターアニスによるボーカルに関しては、イエーや、フーといったコーラスを特筆し、 慌ただしい日常を過ごすキャラクターのイメージに一歩、近づいたスターアニスの歌声のキュートさも、さらに魅力的と称賛した。さらに、両楽曲が収録されたシングルについて、音楽雑誌、セディジャーネルのレビュアー、星高行は4名のボーカルが、カラフルな世界を演出していると評した。東京産業新聞社が運営する、ニュースサイト、ガジェット通信のレビュアー3名は、相勝。 ファーストシーズン前期、オープニング及びエンディングテーマを総合して、それぞれ10点中7、6、6点をつけている。ガジェット通信のレビュアー SRBN は、シグネリスは同様のアイドルを描いたアニメ作品で用いられる、主題歌と比較して、珍しく激しさがないと指摘した一方、カレンダーガールは、シグネリスやキャラクターの神崎水木が披露する、ムーブオン、ナウとは異なり、 乗りやすい点を評価し、楽曲タイトルについても称賛した。オリコンの調査によると、シグネリース、カレンダーガールは2012年11月21日に CD シングルとしてリリースされた後、オリコンシングルチャート2012年12月第1週付けのチャートランキングで105位を記録した。 初回及び累積売り上げ枚数は約900枚と推定されており、以来週間チャート200位以内へのランクインはない。任天堂 t e ー d 3DS 用ソフト、i ツ、マイナンバーワンステージの発売前にはユーザーによる i カツ、楽曲の人気投票企画が行われ、上位4曲の中にカレンダーガールがランクインした。また、NHKBS プレミアムで放送された、 テレビ番組日本アニメ100では約1万曲のアニメソングを対象とした NHK 視聴者による人気投票企画ベストアニソン100が行われ楽曲カレンダーガールは210位にランクインしているその他 NHKFM 放送のラジオ番組アニソンアカデミー内で2012年のアニソンランキングが紹介された際には カレンダーガールが女性歌手の長女による楽曲ドリームライザーに続き2位に位置している。SNS 上で楽曲カレンダーガールの歌詞について言及したファナのケビン。彼の登壇したステージではカレンダーガールの DJ パフォーマンスが行われた音楽グループファナのサウンドプロデューサーケビンは 自身のツイッターでカレンダーガールのサビの歌詞を抜粋して涙を誘う内容と指摘し今を過ごしている彼女たちのリアルな感情がとてもエモいと言及したその後の2019年6月には幕張メッセで開催されたイベントランティス祭りにおいてケビンに加え音楽家の高橋亮、音楽ユニットバズバイブスに所属する新野サくらが DJ としてステージに登壇し アニメソングコーナー内でカレンダーガールを流すパフォーマンスも実施されている。さらにカレンダーガールは平成の期間にリリースされたアニメソング作品が対象になった2019年発表の平成アニソン大賞においてアンジェラによるシドニアミューエスによるスノーハレーションと並んで2010年から2019年代の特別賞にノミネートされた。これを受けて 受賞作品を網羅したアルバム平成アニソン大賞ミックスドバイ DJ はへの収録が決定した。2019年4月3日にリリースされた同アルバムのライナーノーツで選考に携わったアニメライターのマイタクはアニメ作品アイカツの陰では音楽制作を担当したモナカの存在が大きかったと述べそれを考慮しての選出になったと明かしている。アイカツ の、ライブイベント、アイカツ。ミュージックフェスタインアイカツ武道館。公演初日の様子日本では前日の発売記念イベントに加え、アイカツ。関連のライブイベントで、シグネリースとカレンダーガールは複数回披露され、一部のパフォーマンスは映像作品としてリリースしている。劇場版アイカツ。の、公開日翌日の2014年12月14日には、 お台場シネマメディアージュにおいて公開記念のミニライブを兼ねた上映会を実施しスターアニスが披露したカレンダーガールのパフォーマンスはライブビューイングによって日本全国の劇場6カ所で同時中継された2018年2月27日28日に日本武道館にて行われたアイカツミュージックフェスタインアイカツ武道館では最終日に シグネリス、オスターアニスのメンバーとアイカツに登場するユニットマスカレードの歌唱担当であるリサ、エエミと合同で披露しアンコールにはスターアニスとアイカツスターズが登場しカレンダーガールを歌い上げたこの公演を最後に両ユニットは解散している他のライブイベントでもスターアニスによるパフォーマンスが行われている2014年に3日間にわたって 潮風公園内の太陽の広場で行われたライブイベントランティス祭り関東公園では初日の9月13日にカレンダーガールが披露された。2014年9月22日に埼玉スーパーアリーナにて行われたアナメイロサマーライブ2014ワンネスマイナス初日公演では楽曲アイドル活動ダイヤモンドハッピーとつなげたメドレー形式で シグネリスが披露され、映像作品もリリースされた。2016年4月30日に大宮ソニックシティ大ホールにて行われた、モナカ主催のライブイベント、モナカフェス2016でもカレンダーガールを歌い上げている。日本国外では、インドネシアのジャカルタにある商業施設、FX スディルマン内の JKT48 劇場において、アイカツの プレスカンファレンスが2014年9月10日に行われ、アイカツに登場する星宮一吾の衣装をまとった JKT48 のユフィアがソロでカレンダーガールの歌唱パフォーマンスを披露した。シグネディスはテレビアニメアイカツの1話から25話までのファーストシーズン全域オープニングテーマとして起用された。サンディ CG のキャラクターによる ライブステージ楽曲としては、ファーストシーズンの17.40話で用いられ、日本語版の17話は、我が、リスコのみがボーカルを務めるバージョンが使用された。オープニング映像は、物語の始まりを感じさせる内容になっており、キャラクターの星宮一元、キリア・オイが、学園に通う場面や登場キャラクターたちの、日常風景が描かれている。カレンダーガールも、 同アニメの1話から25話までのファーストシーズン全域エンディングテーマとして起用された。3DCG のキャラクターによるライブステージ楽曲として、ファーストシーズンの22.2550話、セカンドシーズンの55話及び最終回の178話で用いられ、ステージに登壇するキャラクターに合わせて様々な組み合わせのボーカルによるバージョンが使用されている。エンディング映像では、 アナログレコードが回り続け、歌詞の内容を反映した SD キャラが現れる。相かつファーストシーズンの最終話にあたる50話の終盤では、イチゴが神崎水木とのライブステージ対決の後、イチゴ、青い、ランのユニット、ソレイユが披露するカレンダーガールのライブステージがあり、そのステージから続けてアメリカへ旅立つイチゴが見送られるシーンに、 tb サイズバージョンではなくフルコーラスのカレンダーガールが流れる。ここではカレンダーガールの歌詞からフレーズを抜き出しキャラクターのセリフに組み込む演出が行われている。このような演出は脚本家の加藤洋一によって視聴者を感動させる意図で行われ、加藤の手がけた舞台ミラクルトレイン大江戸戦へようこそでの成功経験をもとに制作された。他にも 歌詞、思い出は、未来の中にというフレーズが流れて葵が初めてスターライト学園に投稿した日を思い出すカットでは、彼女の流す涙がこぼれ落ちるシーンに、曲中最後のサビ前にあるウィンドチャイムの音が対応付けられている。この演出も加藤のアイデアが反映されたものであり、加藤はこのように楽曲とアニメの演出が絡んだ50話の脚本を執筆するために、 カレンダーガールを5000回以上聞き込んでいる。レコード、カレンダーガール、リリースイベントで DJ を披露する、田中秀和、カレンダーガールがテレビアニメの主題歌として起用されたことについて、リスアニ。市のライター陣は次のようにコメントしている。ライターの上田真由子は、アニメのエンディング映像を組み合わせると楽曲が、可愛らしく生えていると評価し、市川大地は、 アニメのエンディングテーマとして起用されることで、カレンダーガールは視聴者に鮮烈なイメージを植え付けたと言及した。その他、砂賀賢治はエンディングテーマとして、アニメ、作品の余裕を残しつつもガーリーな世界をポップに描いたと述べている。アニメ作品などの情報サイト、秋葉総研のライター、山優は50話が視聴者を感類させる話に仕上がっていると述べ、 カレンダーガールに含まれる日常のかけがえなさを表現した歌詞について登場キャラクターの別れのシーンで重要な役割を担ったとしている。また、ゲーム開発を行う会社 D コが運営するニュースサイトストとでライターを務める小林白菜はカレンダーガールが愛活カツの代表的な楽曲作品として多くの視聴者に受け入れられていると指摘した。 カレンダーガールのエンディング映像はビデオオンデマンドサービスの D アニメストア内のユーザー投票においておすすめのエンディングアニメとしてもピックアップされイラストの可愛らしさについて特筆したユーザーコメントが寄せられているこのエンディング映像の世界観をモチーフにしたピクチャーレコードカレンダーガールも制作されておりサンライズミュージックレーベルから2019年2月6日にリリースされた このレコードには、シグネリスとカレンダーガールが収録され、受注開始から1ヶ月程度で1000枚以上の注文を受ける反響があった。本レコードの発売を受け、同年3月には、モナカの田中秀和と石浜翔らによる DJ パフォーマンスイベントも企画された。シグネリス、カレンダーガールは、本田ダ一郎によってリアレンジされ、声優の秋名と、 森野真子が歌唱を担当したカバーバージョンが子供を対象とした複数のアルバムに収録されキングレコードから発売された。日本 BS 放送のテレビ番組アニソンデーズでは歌手の森口博子と坂井美紀夫によるカレンダーガールのカバーが2020年に放送された。また2018年3月23日にバンダイの公式通販 サイトプレミアムバンダイ及び新規バーゲハで開催されたイベントアイカツ。アニオンオールミックスにおいてアイカツ。ディスコグラフィ13曲のリミックスアルバムアイカツ。アニオン、ノット穏やかリミックスが発売され、ミュージシャンの KZ によってリミックスされた楽曲カレンダーガールが1曲目に収録された。なお、 同年6月17日には新規バスタジオコーストでアニメソングイベントリスアニパークボリューム02が実施され KZ が本リミックスナンバーの DJ パフォーマンスを披露しているイベントでは同じく KZ がリミックスを手掛けたゲームアイドルマスターシンデレラガールズに登場する大月優衣のキャラクターソングラジオハッピーから連続して カレンダーガールをかけ、音楽ライターの北の初めからは、高い満足感を観客に与えたと評されている。同じ場所で2020年6月末に観光された、オンライン DJ イベント、エイソブノッツオンラインフェスでも、KZ が同様のパフォーマンスを披露している。2019年2月10日のイベント、ミュージック4ゲーマー4、アイカツ。シリーズオーケストラコンサート、オケカツ。では、 東京交響楽団がアイカツのディスコグラフィを演奏し、その演奏公演の中でカレンダーガールが昼夜に公演ともに本編のラストで披露された。この演奏では原曲の持つポップなメロディや前述したボーカルのエフェクトがオーケストラによって再現された。後に本公演での音源を収録した CD アルバムアカツシリーズオーケストラコンサート OK 活。アルバムも制作されている。翌年3月には、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、同様のイベント、OK 活。セカンドステージが無観客での映像収録にて行われたが、そこで演奏された、カレンダーガールについて、レボーターの坂田康之は、楽曲のパートごとに、音色の雰囲気を変化させる構成になっていたと、言及している。 シグネリスに関するカテゴリ、カレンダーガールに関するカテゴリ、ありがとうございます。